まあ経験値、キャリアの差を見せたいところ。阿部には3番、匠義房。そして1番、愛媛の明星春道で、瀬戸内3名は後方待機です。隊列決まって動きがありません。再び2コーナーからバックストレッチ。残り2周半を切ろうというところで、7番の阿部。阿部が、2番、神田亮に揺さぶりをかけます。神田がここは、すんだり車を下げました。6番の深田が中段中段、4番手に切り替えています。これで神田亮は、下げた位置取りが5番手。赤番の方も通過します。7番の阿部光弘。さあ、阿部が先行体制か。早めに反撃2番、神田。神田行った、神田行った。一気に7番の阿部を叩き返して、おっと、早くもぶっちぎりか。ジャンの手前で2番の神田亮が早くも一人旅か。5写真、6写真。懸命に追走する5番の古谷光一。あとは4番の原田滝康。阿部光弘は4番手。最終ホーム、縦長の展開。2番の神田亮が一人旅体制だ。5番の古谷は第2先行。結局は4番手から7番の阿部光弘がまくっていくんですが、2番の神田亮は遥か前方、まだ10写真以上差があります。独走体制、ぶっちぎってた2番の神田亮、焦点は早くも2着争いです。圧勝劇2番の神田、2着争いは7番の阿部光弘、さらには3番の匠ですが、わずかに7番阿部2着か。3番匠、2番7番3番か。これで3番神田亮は後ろ攻めの6番手です。三重の新人105期生。昨日は赤番ホームからかまし先行、大差ぶっちぎりの圧勝、素晴らしいパフォーマンスを見せました。そして神田亮を追って1番岐阜の向井幸弘です。向井は昨日新人水谷のまくりをゴール前で差しかわしてるんですが、さあ今日は3番神田とタッグを組んで、残り2周半のバックストレッチ、早くも神田亮がわずかに車間を切っています。前は大阪勢7番の大松、2番高木、3番手の徳吉も少し車間を空けて、3番神田の動きを牽制しながら、徳吉の方が赤番のホーム、先に仕掛けました。徳吉が一旦大阪の2人を叩いて、大松と高木、大阪勢が中段に車を引いていきます。代わって3番神田亮、神田行った、神田行った。一気に打掌前2コーナー、5番の徳吉を叩き切っています。かまし先行3番車神田亮、1番の向井幸弘、3番手以降はもう7写真、8写真、大きく車間が開いて残り1周回です。3番神田亮、1番向井幸弘、このまま2人の一騎打ちになるのか、なかなか差が詰まらない、5番の徳吉3番手、そして後方から7番車大松淳二ですが、これはもう間に合いません。最終3コーナーから4コーナー、神田亮と向井幸弘のマッチレースで直線コース、神田が持つのか、向井が食い下がる、しかし差が詰まりません。3番神田強い。そして3着は5番の徳吉。昨日は流したところ江口に叩かれました。連勝が4で止まった野口ですが、今日は短期で地元優勝を狙っていきます。残り3周回を切りました。正攻法3番の質が変わりません。1番和田真一。3番手で5番の江口隆です。江口から動くのか、あるいは5番手4番の神田亮か。依然として野口正則は後方7番手。3コーナーから4コーナー。赤バンドホームに帰る手前です。この辺りで4番の神田。神田から上昇していきます。ちらっとこの動きを見た3番車石塚凛太郎。赤番ホームから先行体制は4番の神田です。7番の向井幸弘、2番の野口がこの中部勢を追っていきます。3番の石塚が中段の4番手、5番の江口隆は6番手。金が入りました。4番の神田亮がぐん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 飛ばしていく。しかしながら2センター、3番の石塚。石塚の動きに2番車、野口正則。地元の野口が合わせ込んでいく。しかし4番の神田も突っ張る。4番神田も突っ張る。2番車、野口正則。あるいは3番の石塚凛太郎。新人3選手の壮絶なもがき合い。最終バックから3コーナー。まだ並んでいる。まだ並んでいる。4番の神田。2番の野口。3番石塚苦しい直線コース。神田亮先頭。4番の神田がそのまま振り切ってのゴールイン。